ボンディック、ボンディック。これがこいつの今度の心臓部となるペルン ETU プラプラでございます。よし。パッと使えるホットガンで超便利。よっしゃ、オッケーでっしゃ。こっち側のね、メス側の処理が完了しました。よし、じゃあ、今度は、オス側をね、作っていきたいと思います。よし、まずは、ここにね、端子を圧着するところからやりましょう。ゆーちゅーちゃーよっしゃ。あー、もうちっちゃいよ。超ちっちゃいよ、これ。よっ、こら。よっしゃ、できた。そしたら、またね、前回同様、保護用のね、テープを使って、ぐる巻きをね、してあげようと思います。こんぐらいでいいかな。よし、あ、そうそう、その前に、これね、前回すげえ苦労したんだけど、これね、このまま、ガチャガチャ運用してると根っこでね、バキって折れんだよね、これね。もう、それで前回めちゃめちゃ苦労したのよ。そう、だからね、ここちょっと裏技をね、繰り出しておこうかなと思います。よし、ボンディック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 。はい、来ましたよ。はい、レジン、レジン。はい。ボンディックを使ってね、この根っこを補強してあげようと思います。よし、じゃあね、こいつを適当に流し込みまして、そう、これをやるやらんでね、だいぶ違うんだよね。よし、第1陣。えい。よし、効果完了。第2陣。いいね、いいノリだ。よし、効果完了。よし、じゃこれを、今度はひっくり返して、念入りでしょ。そう、これやるとね、かなり差が出んだよね。よし、じゃあ、裏側もやっていきましょう。いえ。よし、完了。オッケー。これでね、もうこの根っこがね、ほら、硬くなったでしょ。これでね、ある程度の曲げ体勢ができたので、よし、これでね、崩れないことを祈る、崩れてかちぎれないことを祈ります。ほんとね、前回、めっちゃね、なんかやってる最中に、ここポキって折れて、はぎゃーみたいな。大変だったんだよ。よっしゃ、ね、ここ巻いてあげます。こんな感じでいいかな。よーし、できた。ほら、綺麗な感じになったでしょう。おいえい。よっしゃ、これをこの辺でね、ガチャコーンとコネクトしてあげるイメージですね。おー、大変。もうこの地道な作業が。よっしゃ、こっちもね、もうタグはいらないので、タグをね、外してあげて、さっきのね、テープでぐる巻きにしてあげましょう。こっちもね、ぐるぐるしていきましょう。じゃあ、あとは、どっこい。よっこらしょ。よっ。おお、ぴったりだったほら、できたよー。よっしゃ、来たー。よし、じゃあもうこれで、後ろは完成っすね。ここを、ここにコネクトしてあげます。よし、コネクト完了。したら、こんな感じ？で、ここにね、収めてあげればいいので。よし、後ろ完成ですね。よし、じゃあ次はね、後ろ一旦組み立てて、前の方の作業に移ります。よし、やっとここまで来たぜ。よし、後ろの方ね、組み立ておりました。そしたらね、あとは残るはここだけです。そして、やっと本題登場。そう、あのね、僕の今回の工作工程だと一番最後だったんですよ、これが。ね、まあね、途中でね、なんかテストとかしてもよかったんだけど、まあ、もうね、買って知ったるっていうね、ちょっと感じなので僕的にはね、まあ、なんだろう、イメージも大体頭の中にあったんでね、はい、ちょっと一番最後になってしまいましたが、ようやくペルン ETU プラプラを開封です。電子トリガーをさ、一番最後に開封するカスタム動画ってなかなかないよね。はい、というわけで、はい、これがこいつの今度の心臓部となるペルン ETU プラプラでございます。よっしゃー。こいつを搭載すればね、最強。こんなちっこいものがね、最強の性能を持ってるなんて、ほんと想像つかないよね。
いやー、ほんと素晴らしいですよ、これは。よし、というわけでね、乗っけていきましょう。こっち側がね、バッテリーになってるので、あとはもうここをね、適当なところでぶった切って、こことね、コネクトしてあげるだけで OK です。はい。今ね、ちょっとね、さっき、テストで動かした時、まあ、7.2 だったじゃないですか。そう、だからね、ちょっと今迷ってんだよね。別に 11V じゃなくてよくねみたいな。しかもさ、ここ、かなりのね、バッテリースペースがあるので、そう、できればね、あんまり負荷与えたくないので、今回はね、これ、やっぱこれでいこうかな。一応ここのハンドガードっていうのかな、わかんないけど、ここにほら、簡単に収まるので、今回これを使ってあげようかな。よし。というわけで、こっち側ね、タミヤミニコネクターに、ちょっと後で変更してあげようと思います。よし、じゃあ、ここをね、ぶった切って、ようやく最終段階です。やっと来たよー。よーし。じゃあね。果たしてキスと出るのか、京都出るのか。楽しみだね。わかんないよ。どっかでね、配線間違えてね、とんでもないことになるかもしれないからね。よし、じゃあね、ここに繋いであげましょう。モーター用です。ここがプラスの、こっちがマイナスらしいので、こんな感じで、つける場所を用意してあげて、熱収縮チューブ。はい。ちょっとお待ちくださいませ。熱収縮チューブを、はい、用意しました。OK。じゃあ、熱収縮チューブをここに通して、それからね、作業の方をね、進めていきましょう。ちょっと近いな、熱収縮チューブが。こんなに近いとさ、先端が、熱が伝わってさ、なんだっけ、閉めらんなくなるんだよね。これ短くしようかな。その方がね、多分安全だね。これぐらいだったらなんとかな。よし。トゥトゥントゥン、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 オッケー、オッケー、オッケー。よっしゃ。トゥン、トゥトゥトゥン、トゥトゥトゥ。トゥーン、トゥルトゥトゥーンと。じゃあ、オッケー。トゥルトゥトゥーン、トゥルトゥ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 と。よし。よっしゃ、かぶさったね。オッケー。トゥルトゥ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 ルトゥトゥトゥルトゥトゥトゥルーホイー。いいで、収縮チューブ、オッケー。そして、はい。またもや、新壁登場。超楽、超楽、マジで楽。素敵。よっしゃー。よっしゃー。オッケー。じゃあこっちをね、あとはタミヤミニコネクタにね、変えてあげましょう。ちょっとそれは後でいいかな。よし。とりあえずちょっと、完成したので、動作チェックの方ね、していきますか。一旦はね、ちょっと変換コネクタ使って対応します。よっしゃ、これがね、ここに入るわけですよ。おいえ、よっしゃ、はいよ、よっ、よっしゃ、いったほら。よし、じゃあね、変換コネクタ持ってきます。はいよ、変換コネクタ持ってきました。おいえ、よー、やっと来たー。よーし、ほい、ほい、よっしゃ、来たー。よし、行くぜ、行くぜ。せーの。おー、来たー、ピーター、来たー。よっしゃ、来たー。よっしゃー、ピーいましたよ。ピー来たよね、ピー来たよね、今言ったよね。よっしゃー。ちょっとね、いろんなもんがゴニョゴニョしてて、邪魔くさいので。よしよし、はい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 、行く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 、行く、オーイエー。よし、じゃあ、ここをね、まだやってないから、今はセミ音ね。ほい、お、来たー。動いた、来たー。イエーイ、イエーイ、イエーイ。よっしゃ、もう一回。おー、ほほほ、いいねー。よっしゃ、おー。おー、すっげー。ファーマスの音じゃねー。おほほほ。ちょっとね、やっぱギア鳴りしてんね。はあ、
あ、やっぱちょっとね、ギアなりしてるね。うん、まあこれはあの、なんだっけ、ベベルのね、またピニオンギアの位置をずらしながらね、またちょっと煮詰めていけばいいだけなので、よーし、じゃあちょっとフルオート行ってみようか。ここをショートさせればフルオートになるはずなので。おーほほほほ、いいねー。もうちょうどいいんじゃん、この感じ。いいねー、すげー、ちゃんと自作のね、カットオフ機構もね、動いてるよ。ほら、すげーよーし、あとは組み立てるだけです。はい、いかがでしたでしょうか。いやー、今回はね、ファマスをまたね、久しぶりにちょっといじってね、電子トリガーに DSG、 そう、DSG、 はい、というわけでね、DSG をね、入れてきました。はい。でね、完成したのがこちらになります。てってれーん、はーい。ちょっとね、ステッカーとかね、ペロペロ。で、ここにね、ほら、ペルン。はい。ペルン入れたんでね、ペルンのシールも貼ってきましたよ。はい。まあ、最終的に、よし、電子トリガー、はい、ペルンさんはね、ここに、こんな感じで、鎮座しております。はい。いやー、すごくいいよ、これ。ただね、一点だけちょっと難点があって、あのね、打つとね、すげえバネなりすんだよね。いや、しまったなと思って、そう、あのね、やっぱね、バネなりはね、もうなり始めたら止まんないからね、そう、で、バネなり防止をさ、やってもいいんだけど、あの、バネなり防止をすると、あの、いきなり初速下がったりするので、まあ、それはまたちょっと次回、今度ね、やろうかなと思ってます。はい。まあ、なので、ちょっとね、バインバインバインってうるさいですけど、まあ、一応使えるんでね、はい。まあ、そこはね、あの、脳内フィルターかけてください。はい。というわけで、じゃあちょっとね、打ってみましょうか。でね、棒のトリガーもね、ちゃんとね、セーフティーかかってます。はい。で、こうやってセーフティーかかっちゃおう。そして打つと、ほら、いいでしょ、最強のトリガーレスポンス。いいね、これが真の電子トリガーからございます。はい。というわけでね、じゃあ早速ね、初速計も用意してるので、測ってみましょう。おいえ、使う弾は 0.2g でございます。はい。ただマガジンに行くよ。おう、イエス、おっしゃー、行くぜ。じゃあまずはセミ音が行きましょう。はい。はい。だいぶね、低めにしてあります。ちょっとね、ま、このメカ棒がね、どれぐらい耐久性があるか、ちょっとわかんなかったんで、ちょっとね、低めです。なので、今、70前後、はい、ですね。初速誤差は、実はね、安定してなくて、今。アンダーが 69.3 で、一番上が、71.2 かな。うん、ちょっとね、11、1.1 ぐらいね、ちょっと初速誤差が出ちゃってます。はい。ちょっとね、それはね、スナイパーとしてはね、ちょっと残念なので、まあ、ちょっとね、なんで初速誤差が出んのか。まあ、あと、まあ、これからね、またバネをちょっとずつ強くして、ちょっとね、様子を見ながら、ね、これから煮詰めていこうかなと思っております。はい。じゃあ、そう。じゃあ、電車。そう。フロートもね、試してみましょう。そう。でね、ここのここのセルフタンとかあんまり、ちょっと、なんだっけ、細かく説明してなかったですけど、そう、スイッチはね、ちゃんと作ってあるので、今、オフの状態、オンの状態、ここセミね、要は。元々はね、ここがオフで、電源オフで、ここがセミで、ここがフルなんですけど、このオフとオンの状態では、中でスイッチの接点が当たらないような、感じになってます。はい。なので、こことここは変わらないんですよ。だから、どっちにしてもセミオートですと。で、これをフルオートにした瞬間、中の接点が繋がって、フルオートで打てるっていう感じになってます。はい。じゃあ、ちょっとフルオート行ってみましょう。おいえ、おいえ、よっしゃー、34。はい。というわけでね、特にフルオートは、絞ってないですね。で、まあ、今回使ったモーターがそんなに速いモーターではないので、まあ、これ多分ね、秒間40、頑張って40かな、やったとしてもね。まあ、この後っていうか、まあ、ピストンとかはね、もうちょっと軽量化とか、そう、あとはね、まあ、バネの強さとか、まあ、その辺のバランスを見て、もっと上げられるようだったらね、上げてもいいかなって若干思ってます。はい。スナイパーじゃないので。そう、僕はね、MC5 スーパーでね、若干ちょっとね、味を占めました。そう。秒間30から40ぐらいで、しかもスナイピングできるでしょって、なんかよくね。
はい、というわけでね、これもちょっとね、MC ゴイスーパーと若干被るような感じでね、今後ね、チューニングをね、ちょっとやっていこうと思ってますんで、はい、じゃあね、というわけで今回もね、最後までご覧いただきありがとうございました。はい。まあ、次ね、プロジェクト、あるんですけれども、次のプロジェクト、そうですよ、皆さん来ましたよ、HAK ワールド、なんと3000人達成いやあ、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。というわけでね、もう日頃からね、皆さんの応援とね、温かいコメント、あとね、ご助言といただいて、私、HAK ワールド、HAK もね、成長してまいりました。はい。というわけでね、その日頃の、ご支援いただいている方々へのね、お礼、まあ、ささやかなるね、お礼をちょっと考えておりまして、なので、はい、プレゼント企画しろーというわけでね、プレゼント企画をね、やろうと思っております。はい。まあ、ツイッターの方ではね、先行して、ちょっとお知らせはしているんですけども、この次のプロジェクト、はい。では、電動ガンをね、またいつも通りいじって、まあ、これあげますよと。でも、それに付随して、なんかいろんなね、グッズをね、パラパラ、出して、あ、どうぞどうぞ、プレゼントしますっていう感じでね、ちょっと企画しようと思ってますので、はい。ぜひ、引き続きよろしくお願いいたします。はい。じゃあ、またね。